皆さんこんにちは、ビーレジェンドウェノです今回の動画はですね、先日公開しましたビルダー伸びのやり方についての動画について なななんででですすが先日ニュースでですね海外なのかなプロテインではないんですけど別のその粉末のサプリメントをビルダー飲みをして事故が起きたというニュースがありまして公開しました動画を見てそういう危険性が伴うようなビルダー飲みの仕方をしてしまう方がいるかもしれないということで一応それについての B レジェンドとしての 考え方の動画を公開したいなと思って、今回は撮影をしております。まずその前公開した動画について、まあ大前提でお話ししておきたいのが、ビルダーのみの方法は確かに紹介はしたんですが、えっ、ー、と、B レジェンドとしてこのビルダーのみを推奨しているかというと、全くお勧めはしてませんよという立場を最初に明らかにした上でお話ができればと思ってます。まあこういう方法もありますよっていう 感じのでではあったんですがもうこれをしてくださいこれがおすすめですという形では決してございませんのでそこは「ご理解いいただければなと思いますビレジェンド」はね設計上お水であったり場合によっては牛乳であったりそういった液体に溶かしていただいてお召し上がりいただくという設計で製品を作ってますので通常飲む際は必ずお水や牛乳だったりというところがメインかと思うんですが。 必ずそうういいいいったたたものにに溶かしししておお召し上がりいただくようにお願いいたします。このビルダーの実をおすすめしない理由として前公開した動画でもちょっと蒸せちゃいますよっていう話がさらっとさせてもらったんですが粉を直接口に入れることで粉がね気管の方に入ってしまうというような懸念もあります。 で粉が気管に入ることで引き起こされる健康被害もあるとのことなのでそういった理由で推奨をしていませんということを今回その海外でのニュースでこう取り沙汰されたラインナップとしてはあの、まあ、カフェインとかが入っているプ、まあ、レワークアウトドリンク えとあのタイプに近いものによってその今回のニュースは発端となっているようでして特にそのフレワークアウト系のリンクは、まあ、カフェインの過剰摂取であったりにもつながりかねないということですので特にそこはまあ控えていただきたいものでございます。 このビルダー飲みをすることでそのサプリメントに対するその大きくプラスになることって実はもうなくてですねそれこそカフェインなんかは過剰摂取などにつながって危ないなっていうところもありますしなのでそういった危険性がね えと高いもの、低いもの、いろいろありますが、まあ、掃除じて基本的にはまあ、液体に溶いて飲んでいただくということをぜひ行ってください。P レジェンドについては、このビルダーのみに関しては推奨はしておりませんので、できる限り水であったりに溶いて、えー、お召し上がりいただくということをぜひお願いいたします。ビルダーみをして えーと何か不具合が起きた際については、まあ、弊社としても責任は追いかねますのでご自身の身を守る上でもぜひそこは徹底いただければと思いますこれからもビルデンズチャンネルは皆さんに対して有益になるような情報の提供を心がけていきますので引き続きご覧いただけますと幸いです本日はありがとうございます